年齢を重ねてもいつも可愛らしく、いろんな髪型を見せてくれている宮崎葵、宮崎葵、さん。ショートヘアからボブ、ロングヘアなどいろんな髪型を試されている印象がありますよね。そんな宮崎葵さんですが、2024年時点ではここ数年はショートにされているイメージが強いです。 子育て中ということもあると思いますが、改めて髪型を見てみたいですよね。そこで宮崎葵さんの髪型について、ショートボブや前髪なし、グルーフカットやパーマヘアについても詳しくお伝えしていきます。宮崎葵のプロフィール、愛称、葵ちゃん、本名岡田葵。生年月日。 1985年昭和60年11月30日身長 163cm 出身地東京都最終学歴明星学園高校卒業所属事務所平田インターナショナル独自宮崎葵の髪型まとめショートボブが似合う前髪なしが似合うウルフカットにも挑戦 宮崎葵のパーマはふんわり、宮崎葵の髪型まとめ、ショートボブが似合う。女優の宮崎葵さん、様々な映画やドラマ、CM に出演するだけでなく、雑誌にも登場することが多いですよね。 2017年12月には岡田純一さんと結婚され、2018年10月には第一子となる男の子を出産。2024年現在はまさに育児中であり、お仕事と育児を両立されています。そんな宮崎葵さん、ロングやショートいろんな髪型をこれまで見せてきてくれましたね。 シの髪型もすごく似合うのですが、やはり一番可愛いのはショートボブではないでしょうか。ショートボブが話題になったのは、映画ただ、君を愛してるに出演された時です。2006年に公開された作品なのですが、2024年になっても宮崎葵さんの代表作であり語り継がれている名作と言えるでしょう。 とにかくこの作品での宮崎葵さんのショートボブ姿が可愛すぎます。もう本当にショートボブ姿が似合っていますよね。ここまで可愛くて似合う方もいないのではないかと思ってしまうほどです。またこちらのように、襟足を丸くしてより、ボブにした髪型もすごく似合っていますよね。 ショートヘア自体が本当によく似合っているのですが、ボブにすることでより柔らかい印象になります。またこのショートボブ以上に、ベリーショートにされたこともありました。2017年頃に出演した CM、午後の紅茶では、すごく短いベリーショートを披露。 これまでのイメージとは印象が変わりましたが、この髪型もすごくよく似合っていますよね。また2019年に出演した CM、明治プロビオヨーグルト LG21 でも、ショートヘアになっていますね。2019年はまさに第一子を出産した直後、 育児中は髪を短く切る方が多く、ドライヤーで髪を乾かす時間を短縮するためにショートにされる方が多いですよね。宮崎葵さんも育児に仕事にお忙しいと思いますので、髪を短くされたのかもしれません。髪が長い印象もあるのですが、調べてみると意外とショートにされている時期もたくさんあることがわかりました。 代表作である、ただ、君を愛してる、の髪型がとても印象に残っており、お子さんを出産された後もショートにされていることがわかりました。ショートもすごく似合っていて、中でもボブヘアは本当に見とれてしまうほど可愛いですね。前髪なしが似合う、ウルフカットにも挑戦、そして宮崎葵さんといえば、前髪もたびたび話題になります。 いつも同じ長さでカットしているわけではなく、前髪なしの髪型も本当に似合うんですよね。2014年頃から出演している CM、まごろのフーズシーチキン食堂では、前髪アップの髪型を披露しています。もともとの顔が可愛いので、前髪をアップにするとより可愛さが強調されるような気がします。 目が大きいので前髪をアップにすると、より美しい根元が特徴になりますよね。また2024年現在は、マクドナルドの CM にも出演中。髪は伸びているのですが、前髪はなんとパッツンにされているのです。ここまで前髪パッツンが似合う芸能人の方は少ないと思います。 髪型だけでなく前髪もいろんなバリエーションがあり、なしでもパッツンでも本当に可愛いですよね。また、ウルフカットに挑戦された宮崎葵さんにも注目が集まっています。2022年8月から、富士フイルムアスタリフトの CM に出演されています。 この時の髪型は、実はウルフカット。顔周りはレイヤーを入れて軽くしており、上は重たく、下は軽いヘアになっています。顔を出しすぎず髪で顔を少し隠すことによって、女性らしさも出ていますよね。ウルフカットは、やりすぎるとすごく若々しくなってしまったりきつい印象を与えてしまうことがあります。 しかし黒髪でもここまで柔らかく優しい印象を与えるウルフカットは珍しいのではないでしょうか。激しいウルフカットではなく少しだけ取り入れることで女性らしさも演出しています。本当に出演する CM によっていろんな髪型を見せてくれていることがわかりますね。宮崎葵のパーマはふんわり。 そして宮崎葵さんといえば、やはりロングでパーマの姿ですよね。まさに、ゆるふわ女子の代表であり、ここまで優しくて柔らかい印象を与えてくれる女優さんはいないのではないかと思ってしまうほどです。この前髪パッツン、ロングエア、ゆるふわパーマ、シャパツといった髪型が定番ではないでしょうか。 特に20代の頃はこの髪型をされていることが多かったと思います。またショートカットの時もパーマをかけられていますよね。2010年に出演した映画ソラニンではショートカットでありながら少しだけパーマをかけられていました。 もちろん役柄に合わせてということだと思いますが、ショートでもパーマをかけると印象がより柔らかくなりますよね。やはり本当にたくさんの髪型に挑戦されていて、ショートでもロングでもパーマがよく似合うことがわかります。特に CM 出演が多い女優さんなので、 登場されるたびにその可愛さだけでなく髪型も話題になる宮崎葵さん。美容室などでも同じ髪型にしてほしいと、オーダーが相次いでいるようです。